皆さん、こんにちは。CXR 投資チャンネルへようこそ、小山です。ヒロピーです。本日は特別ゲストということで、炎蔵さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いつものゲストとか、ね。はい。まあ、年末ね、忘年会の最後の回撮ってるんですけど、うんはい、円高時代の 来かとかいやー来てほしいねちょっと2年ぶりぐらいに何とかしてほしいね <laughs> 去年も、まあ、年初今年は下がるかなとかいう話をしながら、うん、結局まさかの去年の高値も更新してしまった、うんうん、そうだね終値ベースはもう間違いないでしょう間違いないです、うん、でももいいよいよ利下げの見通しも、ね、しっかり うん、ついてきたので主要国は2024年のドル円相場のまあ羅針盤となるような動画をお届けできればなと思います、はい、よろししくお願いします。 まず、えー、2024年のドル円予想一覧というところで、うんえー、日経新聞も出していたので、えー、これを使わせていただきました。えー、ゴールドマンサックスがもともと150を予想出してたんですけど、うんうん、140に、まあ、FRB の、えー、ドットプロット見て下げてきたということで、はい、140円台まだ2社あって、うんえー、残りは130円台2社。 120円台が2社という状況になっております。うん、え、ヒロピーさんからいきましょう。ヒロピーさん、はい、えー、一番自身の見通しとして近いのはどちらにない大和証券です。一番下、123円、うん。はい。うん、理由としても、ほぼ同じですかそうですね。よくおはがき届きますし、大和証券。今関係ありません。景気、えー、原則が始まる。 はい、景気交代は不可避というところで。まあ、そうかな、そう、そうかなっていう感じです。で、でもね、こういう予想の一番下ついちゃった時って、さらに10円ぐらいオーバーシュートするんで、<laughs> 本当にいっちゃうのであれば、110円とか、全然ありそうですね。はい、はい。なぜなら2年前、113、4、5円だった時に、来年は125円とか。まあ。ね。 1、えー、2 6円ぐらい、ねうん、ありましたけれども、とてつもなくオーバーシュートしたので、うん、もし仮に120円台前半つけるのであれば、もう10円ぐらいは余裕でオーバーシュートするかなと僕的には思ってます。これ、ちょっと不思議なのは、米系が割とドル高円安見せて、日系が円高見てるんですす、うん、そうですよねう分かれてますよね。 だからこれ、ゴールドマンなんかを見ると、景気軟着陸っていうことで、あまり景気が減速しないって、ゴールドマンを見てるみたいなんですし、はい、そうでしょうね、そうですよねそうなった場合っていうのは、やっぱりあとは日銀がマイナス金利解除だけで、みずほがいいように125円までいくかっていうと、そうでもないんで、結構僕は野村証券が近いかな、うん、野村に少し円高あるかもしれないけど。 ああこうーー機会に米景気が持っちゃったりすると、うん、それほど、あのー、円高にはいかないかもしれない。JP、うん、モルガンもなんか修正してきそうすじゃないですか、<え>しない、ゴールドマンも修正してきたんで、でもなんか向こう周週間、年末のうちになんか帰ってくるかもしれないですね。えー、主要国・中央銀行の経済インフレ見通しということで出しております。うん はい、えー。まあ、なかなか低成長ですけれども、物価は、えー、2.5%から3.5%の間に、えーおま、まで収まるということで、うん、金融政策見通し見ていただけると、まあ、日本以外は、うんまあ、第2クォーターぐらいから利下げに転じると。 いう状況になっていて、利、まあ、下げ合戦かなって感じがするんですけど。うんうんうん、まあね、一カ国がやるとね、追随するからね。はい。まあアメリカ見ながらね、みんなその。まあ、特にアメリカですよねうん、うん。アメリカがやりそうだとなるともう先行してやるところも出てくるかもしれないですよね。うんうん、はい。そして不動調理ともう市場はもう六回利下げ、うんえー、期待しているようですけれども。はい。はい、ドットプラトンみとまあ三回ぐらいかなと。 うんいう見通しが出て思います。はい。ヒロピーさんからいきましょう。何回い下げすると思いますか、はい、現状の傾向に。そうだなー2%ぐらい。8段階ぐらいかなってイメージです。って言っても、ね、2%下げたって3.5ですから。はい、うん。全然普通ですよねうん、うん。8段階となると、まあ、最初からやらないけれども、どこかで。 50ベース作業があるうん、うん、別にそれで仮に年末、政策金利3.5%になっても、まあ、いわゆる実質金利では、つまり3.5なので、インフレ率的、インフレは十分抑えられるペースかなと思ってますんで、うんうん、十分2%以下に抑え込むパワーは十分備えてるので、3.5でも。だから全然大丈夫じゃないかなと思いますけどね、うん、まあ実際に現に今、大体3.1とかね、3.2ぐらいですから。うん はいまあ、つまりその事実上の物価より金利を少し上げておけば、事実上抑え込めるということですね。うん、このまま、えー、と来月、再来月と3.0、2.9、2.8って順当にゆっくり落ちてったとしても、はいうん、段階的にゆっくり引き下げていっても十分問題じないかなと思いますじゃあもう完全にインフレの消費宣言が見えて、実質金利が十分プラスであるので。うん 景気を支えるために、そこのゆうべ、ん、に何も起こらなければ、見事なソフトランディングの可能性もありますからね。はい。そういった年も、年といいますか時代もありますから。はい。 はい。まあ、特にあの90年代はそんな感じですよね。アメリカの景気失速はしましたけれども、振り返ってみたら株はどんどん上がっていって、うん、で、なんか大きなね、えー、まあロシア危機ぐらいありましたけれども、アジア通貨危機とか、まあそれ以外はね、アメリカ発のどでかいのはなかったので、えー、10年ぐらい。もしかしたらっていうのがありますね。はい。8回下げると120円割れは十分ある。う,ん、うん。まあね、オーバーシュートしてあるかもしれないですね、タイミング的には。 ありががとううございいます遠さんいかかでしょうかうんそうですね、昨日 GDP 発表あって4.9なんですけどね、それがいきなり1%になるかなって、僕はちょっと疑問なんで、うん、もう確かにそうですね。うん、で、これ1.4じゃないですか、来年、1>, はい、まあ1年間でなんでね。はい、だからもう少しこれ、さすがにこのフェードウォッチの6回。 で,でしょ、うん、まあちょっとやりすぎなんじゃないかなと思うんでまあ444ぐらいかな、うん、4ぐらい4から4.25ぐらいかなって逆に来年前半本当に1段階25ベーシス引き下げてまた引き下げてってやってったら急に CPI がこう上がり始めるとかなるほどまあそれはそれで面白そうですねで一気にまたドル円がバッとがってっ、ね、また150円方向に動いてったら超面白い ちょっと最近気になるのは、あのスウェーズ運が取れなくなっちゃったじゃな、はい。うん、そうすると希望法回りになって、そう、ね、すると運賃が40%ぐらい上がるとか言って、ね、あの日本の船会社の株がぼ暴としてるんだけど、はい <laughs> えー、希望法回りに本当になっちゃったのなんか面白いなみたいな <laughs>。日本あの80何がもう。 水準が通ってるはずですよね。うん、だからあそこはやっぱり一番近いからで原因も原因はまあちょっとその上からなんだろうけど、はい、あそこ動かなくなっちゃったらやっぱりコスト上がるかなみたいな、うん、それがねどのぐらい影響あるのかなってちょっとねあの見てみたいな。心配なところだ、ねうん、そうですね。うん、えー、アメリカの経済見通しというところで、うん、えー、まあ中銀も IMF です出してる、えー、経済成長予測も、うんえー、大きく変わらず。 え消費者物価2.4ですね、はい、直近2.8までいん下がってきてうん、うん、この実質でいけば2.4がもう本当に 3月4月ぐらいには行きそうな雰囲気もしなくもないんですかいやそうなんだよ。てかもう今晩ねこの撮影してるのは12月22日の金曜日でしてこれ2.8は予想値でございますね。だからこれを下回ったりとかしたらなかなかリアリティが出てくるから。で嬉しいことにアンゴラがオペック脱退したのね。あそうですね。あっそですあね。あ知らなかった昨日。じゃあ増産しまくりに行きますね。 だしそうですねどうせうまくいかないとは思ってたんだけどいやだったりするかなと思ってなかなか香ばしい展開なやっぱり70ドル台前半に原油がいてくれるとやっぱり物価そんなに上がんないんでさっき船舶の話をしたけど原油に関して大丈夫かなみたいなそういう意味ではちょっと出しましょうあでも最近上がってきてますでもじゃあ何すかバイザルーマーだったんですかこれ だってアンゴラがもう抜けるぞっていうのでまああったのかもねとやっぱり景気がやっぱりアンゴラもそうなんだけど原油って結局は需要なんで景気いいと上がっちゃうんじゃないですかだからヒロピーが言うように景気がすごく減速するのであれば70ドル切ると思うんだよねはいそうすると物価は結構上がんないかなっていうそうですねで産油国が揉め出すんで脱退合戦になって減産 してた意味がなくなるみたいな。増産しす。増産合戦になれば、我々的には助かる。<laughs> 60ドルとかあったりしてね。60ドル割るとか。うん、60割れてくると結構産油国赤字が増えてくるらしいんで、でね、ちょっとやっちゃってほしいですね。<laughs> そっちの方がね、世界安定するんですよね。そうなんですよね。原因が高いときは調子になるんですよ。<laughs> うん、はい。では続いて、日本の。 ほうですね。うん、はい。日本の経済成長1%。はい。えー、CPI2.8 なんですけれども、ちょっと撮影した今日、うんえー、日本の CPI 出まして、はい、うん。なんと2.8まで下がりました。うん、なかなかもう何も、何もしなくてっていうとおかしいですけれども、まあ大規模金融緩和を粛々と行っているんですけれども、うん。おかしいですね。それだけ物価が下がってくるというところで。は もうなんか統計の数式からいかさもなんじゃないいやでもなんかさトマトとかさミニトマトとかさだいぶ安くなったんだけどそれでも。 あれだけ高くなっても3%だったのかなみたいな。いや、絶対そんなわけないんですけど、<laughs> すごく無理する感じがすごいる。全部20%、20%上がったし、ねおかしいよあの。なんだ、うまい棒じゃん。ガリガリ君も70円から80円ぐら、うんうん、いですよ、うん。下がってるんですかって不思議なところはあるんですけれども、うん、これが本当だとしたら、確かにあの2%このままだとどんどん下がっちゃうんで、物価が下がっちゃうので、金融緩和維持は正解なのかなとも、えー、思わざるを得ないところもあるんです。うんうん、ヘレットも、はい えとえーはい、12月の日銀会合の、えー、内容ですね、えー、特に、えー、現状維持で声明文の変更もなく、うんえー、上田総裁も、えー、引き続き物価、えー、安定目標の角度がまだまだ足りない行いう。 まあ先行きの角度をよりしっかり見ないとっていうのコメントをよくされてましたね。うんまあ、賃金って言葉を上田さんよく言うよね。はい、賃金と物価の好循環って何度,何度も言うよね。そうですね、うん、そうなるともう本当に石橋を叩いていくのであれば4月以降まで本当に動かないっていうまあそうですよね春闘の結果を見ないとエビデンスと言えないんで、うんはい、これを見てからですよね。それとまあ市場予想ではまあ,まあ4月以降マイナス金利ようやく解除ですか。うんうん さん日銀動かず変わらずですか僕も一生変わんないと思ってるんで来年もやらないと思ってます。来年も YCC 解除もない何もしないんじゃないですか何もしないただやるかもしれない疑惑の毎回思惑でショートトレーダーしますけれども個人的には全く期待してないですこのこの類での円高は期待してないですまあ来たら来たでいいんですけどね来た時はもう本当に大きくうん ヒ、はいえー、ロピさんが平気交代を、えー、禁されているということで、今更なんですけど、逆イールドの話を、はいえー、持ってきました。うん、22年の3月から逆イールドをして、はい、そうなんですよね。3月だっけそうです、ね。まあでも、かれこれ1年半も逆イールド続いたのなんですけ、ねはいえー、遠蔵さん、こんなのありました遠蔵さんの経験上。どうですかね1年 ぐらいはあったような気がする1年半はね、最長に近いんじゃないかなと思ってます。2年はもうないはずなんその前に景気交代来ちゃうんだよね。そして1年6か月、2年以内には景気交代が来るということになると、1年6か月だと9月には景気交代来てるんですけれども、もう2年ってなると、1月で。 期限が来ちゃう。もなくね、うん。はい。いや、だからそう考えたらアメリカ経済はすごいっすよね。そうです、ね。強い強いまあ、ただやっぱりこれって、異次元かける異次元の、異次元の事情緩和をやったから、こんだけやっぱ、間延びするんですかね。<laughs> 事情緩和と金のばらまきね。<う> <laughs> はい。でね。財政ももうバイデンさん非常に出してますから。ってことは、 この憶測が正しいということは、もっと逆イールド期間が伸びて、ただ最後は、最後の最後は悲惨なことが起こる。反動が半端ないかもしれないですね。うん,うん。うん。なんて、ちょっと嫌な予想ですけども、それは個人的には懸念しております。 大統領選挙もあるのでそうなんですよね、だから選挙でなんかやっぱり政権サイドとしては緩和しろって圧力をかけるかもしれないし、それは日米ともにあるかもしれないですよね。まあ、日本の場合は緩和解除はするなっていう。ただ僕、YCC はもうね、あの事実上、あの撤廃したと思ってるんですよ。はい、まあそうですよね、うん、別にもうね、動いてるから。いや、うん、しっかりちょっきり下がり始めたんでね、リセッション意識して。 撤廃しちゃゃっってて、まあ、後々で再開すすればいいんじゃないって思いじな思ますけどね、うん、だからステルス YCC 解除なんでもう撤廃なんて <laughs> 言ってないだけだと思うんですけどね <laughs>、うん。もう特に撤廃しても意味がない水準というかだって 1%,、まあうん、う1メドだから1.25とか超えることはないじゃないですか、はい、今の状況だったら。うん、したら下も多分0.2とかはないと思うんで、はい、まあその0.50.4ぐらいから0.9ぐらいの間で勝手に動いててくださいみたいな感じで、うん、いいんじゃないですかそれは。うん マーケットなんていうのかな市場性がちゃんと出てきたっていうことはい、えー、もう一銀の後非常に動いて、うん、え零点七台からえ一時零点五台まで零点二十五ベース動くっていう、うんうん、なかなかの動きになったんで、ね、そうですよね。まあマーケットが薄いのかもしれないですよね。うん、年末だし、あとやっぱり金利があったり、あの、はい、JGB が日本国債がこう動くのを。 ここ何年もそういうマーケットじじゃゃななかかったいいですそういうのに慣れてないっていうので、だから日銀が気にしてたのは再建サーベイっていうのがあるんですけど、はい、そこでは非常にだからマーケットの流動性がなくて、市場としての機能が落ちてるっていうふな結果が、ここ1年ぐらい出て,出てるんですよ。だからそれをすごく日銀は気にしてまして、ね、でもこれ、まあ、動くのもだからやっぱりマーケットが薄いせいかもしれないですよね、参加者が少なくて。 確かにこの揺り戻しもすごいですよね。うん、はい。では、えー、10年祭にいます。えー、5%でジェフリー・ガンドラック氏がちょうどポジションをクローズして、天才的トレードになったんですけれども。神のごたく祭でしたね。神のごたく祭でしたね。 でも、ここまで落ちる、4%ぐらいは、たむすかなと思ったんですけど、あっさり抜けちゃいまよね止まることなく、サクッと止ガンドラックも、なんか来年 2. 何本目指すとか、なんかもう言ってませんけすごい、そそうそう。結構、下まで見てるよね。ただ、あの、もう一人の方えっと、旧、旧再建を、誰ですかウル・グロービル・グローズは結構、まだ上見てて、真逆なんですよね。どっちが勝つかね。はい。ガンドラックじゃね 若い期待は強いよヒ。ヒロピーのポジション的だそうだよねポジショントークでございますみたいな。で、いくらだと本当にどこだ 2>,、うん、?2 年前の本当4月、2年の安休みとかまで。うん。いや、でさ、利下げがさ段、例えば仮に6段階ぐらいとかやったら、はい、多分金利もっと下がってるよね。そうですね。うん、期待で。さすがに利下げし始めると、急激に2年祭が落ちてくるはずなので。はい、2年祭いしまして、2年祭そうですね。 3割れてくるってなると、うん、まだまだ余地が非常にあります、ね。うんうんまあ、アメリカの短期国債ロングが一番儲かるんじゃないかな、うん、来年。遠藤さんまあ2年債どこまで下落すると言ってますか まあ、これはだから、利下げ次第なんですよね。はい、ちなみに、僕、俺、短期と長期の、あの、ETF 買ったんだけど、短期はなかなか、あの、なんていうのかな、プラスになんなくて、長期はやっぱりすぐプラスになってる。パーセンヘッジありにしました。なしにしました。しお、なしにしましたか。<laughs> いいんですかいや、別にいいっすよ。<laughs> いいんですかもう、あれだったらドル塩漬けでいいです。ええ、でも確かに、ね、3月ここまで下がって、 そうなるともう年債はすごい下値余地がうだ、うん、いやまだいっぱいあるんだよ。で漠然とこうまあ3回4回利下げするとなるとほぼ間違いなく下下がるって見る、うん、すね。 もうなんかドル円が10円ぐらい下がってここで壊れるってみたら確かにまだ10円下がる、うん、130円あれもしサクッとありそうだなって感じがそこまでけばねしないでもないですねそしていろいろ見ていったとにようやくドル円を移していきますはいえー、まあ今ノーポジションなんでねあれですけども ニュートラルに見れますねうんここ惜しかったなこの上に差し身をして、うん、置いてたんだけどね、はい、まあいいや、まあ、やっぱ145円のバックにうん目先戻り売りかなと。うん、でまあやっぱこういったね冬休みなら。 スワップが取られる方にエントリーする方が、まあいき基地と出る安いので、売りしか狙ってなかったんですけども、ちょっと行っちゃったんですね、ここ数日。で、PC 良くて年末上がるかなせいぜいこの大ン線を否定するほどの威力がなんかないような気がしてるんで、まあ年末この最大でもう144円 はい、から143円の50から144円の間にもう売り注文もこれぐらいまで引き下げてこのラインをバックに売っちゃおうかなっていうのを考えてましてでそこからまあ来月1月2月3月にかけて140円は割れてそう137円のネックライン。 はい、綺麗なところですね。うん、ここにね、非常に重要な百三十七円の五十銭がありますんで、まあ、ここを太くしてあげて、はい。ええー、まあ、この百三十七円の五十銭をめがけて、第一四半期、どっかやりに行くんじゃないのかなとは思ってます。はい、これ。 今週の週足まさかの陰線で終わった。PC がすごい下がったら、下手したら俺陰線で終わりますね。そうですね。週足あのそ、えー、そもそもあの、3週連続週陰線っていうのが、うん、なかなか年間でもなくて。ああ、なるほど、ね。そこですね。これぐらいか、はい。そうですね。これも際どかったけどね。はい。1>, 1、2、3、4、5みたいなもんかもしれないですけど。これは初めでは、142の12線。うん、<laughs> もうあと14ピップしかないじゃん、もう。うん 全然ありそうですね。はい。で、確かに5週連続安値更新っていうのが2015年ぐらいまで遡ると、目視で調べたんで、怪しいんですけど、それくらいらな。ない。なるほど、えー。でもこういうのってもっと続くから、もしかしたら来年末も普通にガンガンがるかもね。<laughs> まあ、1円割れたら危ないよね。危ないですね。 これ140円でクローズしてフラッシュクラッシュでよろしいですか年始。あの、<laughs> ヒロピーさんにちょっと援語材料をしますと、今日収録してるのが12月22日です。はい。えー クリスマス明けに相場が動く傾向にあるんですけれども、かっ、うんうん、8年ぐらいですかね、うんえー、8回中7回、円高に売れていいて、<laughs> 動画で公開するの12月30日予定なので、えー、それも込みして、じゃあ、皆さん、ちゃんと答え合わせしといてください。じゃあ、ヒロピさんはもう、えー、上は145だけど、はい、まあ、ないかもしれないので、143円の5丸ぐらいから137円5丸円ぐらいに向けて、うん、え下がる方向で と,はい、ということですね。はい、冷やしに戻しまして、円蔵さんにバトンタックさせていただきます。まあちょっとね、本当145円がぴったり止まっちゃいましたよね。ここねはい。ね、だからまあそこをバックに売りたいんでもう少し戻ってくれないかなっていうとこですよね。 年末、ちょっとドル買い需要があったりしてくれるといいなと思ってるんですけどね。で、まあ、でも一方で、この前回安値の141円割れを、こう、完全に抜けるようであれば、もう、売らなきゃダメかなっていう、今、そんな感じで見ています。そこ抜けると、やっぱりこう、市場心理的にはもう、一斉にドル円に傾きそうな感じも。 しますよね、本当はこういうのね、あのー、オプションで1円とか140円とかのドルプットがあると、うんそ、それ買っとくのがいいかなっていう気もするんですけどね、そういうのができればいいんですけど、まあ、できないんで、戻り売りですかね、やっぱりね、ひろぴ言ったように145円バックにというところで、どこまで戻るかっていうところなんですが、あの日銀の内容を見て、こんな全戻しは、まあまあ想定外ですよね。 そうですね、うんうん、よっぽどなんか日銀に期待してて売られてそれがみんな買い戻したらそこが終わりだったって感じでしたよね。では最後に140まあ上は145だなっていうところですけど、うんうん、何があったら145以上にドル円は上がると思いますか もう一回やる。もやる。CPI が完全に下げ止まっちゃったとか、3ヶ月連続で上がり始めて3%台後半までいった時とか。ああう、うん、例えばね、次回3.3、うん、再来月3.5、3ヶ月後3.7とかってなってったら、うんうん、おやおやおやとなるわけで、利下げムードが一気に崩壊するので、 利上げかっていうのでバーンとドル円上昇。つまりドル買いの方向採用<っ>。ドル買いドル買いやっぱりドル買い。えぞさんいかがでしょう。まあ僕もドル買いですね。うん、まあだからあるとしたらそのアメリカのヒロピー言うように CPI が下げしぶって、うん、とこで景気が減速しない。うん、まあそれしかないでしょうね。だから景気が減速しないであれみたいな利下げなんじゃねえ、うん、みたいななまあないことはないと思う,うん、うん、それでドル買いになってっていうところとす、うん。で株がガンガン上がっちゃってもうちょっと。 うん、ふざけるなぐらいで FRB のおっちゃんたちが怒っちゃうとかね。もうだってさ、ラウとか最高いやそうですなうんだ。もう, <laughs> もうちょっとおかしいですよね。さすがにちょっとなどん引きするぐらいな価格なんで、はい、ねこれはないっすよねエンゾーんぞな。そうそう誰が今年史上最高値更新すると思いましたかね。ねだって<だ> SPN だってナスダックだってまあそれに近いところまで行ってるわけじゃないですか、ね。はい だから、いやー、これだけ株が強いと、そんな景気交代しないかな、みたいな、うん。どうします ?4 万ドルいっちゃうかもしれないです来年。もう、だから米、米国株買うしかないでしょ。<laughs> <laughs> <laughs> さっきね、雇用で言うと、えー、11月の雇用統計、良かったですし、えーうん、一番多分早く出てくるのは、新規失業保険申請件数と、はい、まあジョルトだと思うんですよね。うんうん、まあ、ジョルト落ちてるけどあの、失業保険申請件数が全然あの増えないんですよ。はいうん ってことは、まだみんな食につけてるってことは、それほど消費が落ちないじゃないですか。やっぱり、あそこが、毎週出てるわけだから、はい、あ,のあそこが一番早く反応するはずなんですよ、ね。うんうん、だから、そこは、そこに注意しておいたほうがいいかなっていうことでしょ。新規出場保険申請件数で、例年より相場がすごく動くなっていう、うん、ジョルツに反応するのもそうですけどそうなんで、ねはい、すよねすマーケットは、うん、そうですね。うん だから雇用って本当は最後の最後にこうね、みんなやっぱりほら、いくらアメリカの企業でも、その、首切りが一番最後なんで、そういう意味では最後なんですけど、だからそれが全然こう、落ちてこないそうですね、失業率が上がってきてないんで、やっぱりあれですね。もちろん下がっちゃったからね、今そうっすね。まあでも上がるときって結構突然、ね、そうなんだけどね。サムルーンに抵触せずに決まる。うん じゃこ今年は、まあ、去年も今年もですけど、やっぱり物価指標を見て投資家は動いてたんですけど、うん、まあ来年はもしかしたら雇用になって、うんそうね、いつもどおり CPI よりも雇用統計の方が相場がドラスティックに動くかもしれないというような感じでしょうかね。 本日は年末特別企画として円蔵さんにお越しいただいて円高時代の到来かというところでお二人の2024年ドル円相場見通しを語っていただきました、はい、この動画12月30日に公開されていると思いますので年明け相場のスタートダッシュを決める材料にしていただければと思います、はい、来年も CXR 投資チャンネルおよび円蔵マーケットどうぞよろしくお願いいたしますお願いします